萩市。萩市は、中国地方の西部、山口県の北部に位置する、日本海に面した市。江戸時代に、毛利氏が治める長州藩の本拠地となった、城下町、萩城下町として有名である。一方、日本海に面し、三方が山に囲まれており、道路、鉄道、港湾の整備も遅かったため、山陽側の市町村と比べると発展が弱かった。 交通面では、隣の長都市の方が発達している。山陽新幹線博多駅開業時は、観光客が増加し、人口も増加するが、その後は、観光客の減少とともに、人口も減少した。申請の萩市として発足後の2005年国勢調査においても、人口の減少が目立ち、特に合併前の旧丁村での減少傾向が目立つ。 幕末から戦前にかけては政財界に関係する人物を多く出すなど、かつては中央たる東京への思考が強かったが、近年では進学、就職なども九州本島への思考が強い。芝良太郎の幕末小説である、世に住む、日日、家臣や大河ドラマ、花も湯は、萩市が舞台になっている。萩市中心部は、 日本有数の規模を誇るデルタ地帯に発展している。旧川上村から流れる阿武川は、川島地区で2つに分かれ、橋本川と松本川となって、日本海に注ぐ。また、両河川からは新堀川、愛、馬川といった、小河川が分岐し、市街を流れている。山口県北部の日本海に面し、東は島根県境から、西は長門島で、 南は山口市、峰市に接している。離島として、三島、大島、愛島、筆島、袖島、貴島、お島があり、そのうち三島、大島、愛島、筆島は有人島である。三島を除く6つの島を市内では総称して、六島もしくは、萩六島村とも呼ぶことがある。主な山岳としては、標高532.8メートルの高山がある。 なお隣接する阿武町は、萩市に囲まれている。日本海側に位置しているが、大陸に非常に近いことや暖流である、津島海流の影響もあり、比較的温暖な気候である。また、冬季の日照時間が少ないが降水量も少なく、太平洋側気候、吸収型気候区と言える。市花である椿の、津の字が省かれて、萩になったなどの説がある。 合併前の市町村は、旧萩広域市町村県組合を構成し、消防、清掃などを広域で行っていた。旧萩市中心部は、平坦な地形が多いが、山県地区や、旧町村部などは主に山間地にあり、特に旧朝日村の佐々波地区、旧睦村、旧福江村などは、標高100から400メートルの山に囲まれている。萩市の姉妹都市は都市。 国内3都市、国外3都市、このほか、友好都市協定を結んだ都市がある。国内の姉妹都市3市及び交流のある30市町村、山口県内全市町村を含むと、災害応援協定を締結2012年現在、姉妹都市以外の遠隔、県外自治体との協定としては、以下がある。広大な地域のため、 九丁村部にはそれぞれ総合事務所を置き、それぞれに地域振興部門、市民窓口部門、産業振興部門の3部門を廃止、行政サービスを低下させることなく、従来の業務ができるようになっている。また、離島の三島と大島にそれぞれ支所と出張所が設置されている。椿地区に医療機関と老人保健施設が併設した萩、 健康維新の里、萩市民病院と福祉、複合施設輝きを2000年4月に開設した。また一時、萩医療圏から入院施設のある小児科がなくなるという事態があったが、住民の要望で市民病院に小児科を設置し、県域で唯一の小児科病院となっている。また、離島や中心部から離れた宮町村部にはそれぞれ公立の診療所が、 設置されている。なお、萩市民病院は山口県北部で唯一の結核医療機関である。観光業と農業、漁業が多い。工業はほとんど発展していないが、山間のむつみ地区、旭日地区、福江地区では工業団地を作り誘致を行っている。しかし交通の利便性などの地理的条件から進出する企業は少ない。 観光業においては、東萩駅前にあった観光ホテルの廃業。現在は、民事再生法の手続きにより、以前からあった土産物屋に加え、貸し自転車や和食所、居酒屋、喫茶店、カラオケボックスゲームウンターフィットネススタジオエステサロンのテナントが入った新たな観光ホテルとして、経営を再開しているや、中心商店街などの衰退。 前世紀に比べ観光客減少の不況感が漂っており、それらは萩市の大きな課題となっている。萩市内には3校あり、いずれも中心部に設置している。交通網の整備は山口県内では最も遅い地域であり、特に新幹線、高速道路網、空港へのアクセスが著しく不便である。新幹線は山陽新幹線新山口駅を利用する人が、 最も多いが、萩駅から新山口駅間は、路線バスしかなく、所要時間も1時間程度かかる。戦前には、萩と岩国を結ぶ、鉄道計画があり、当時の首相であった、田中義和は、萩出身ということで計画も、前向きだったが、田中義和内閣の総辞職と共に頓挫。昭和40年代には、鉄道で、小郡、現在の山口市、小郡と萩を結ぶ、 小萩線の建設系があったが、沿線町村の住民による反対や、当時の国鉄の赤字路線整理の中で、頓挫してしまった。高速道路は、現在小倉方面へは、中国自動車道ミネ IC、広島方面へは、山陽自動車道豊府東 IC を利用する場合が、多い。ただし、どのもよりインターも車で、最短約40分以上かかる。しかし、年、 平成23年5月28日に、三重市にある小郡萩道路江戸 IC から同じく、三重市の中国自動車道と小合萩道路上にある、三重東 JCT までが全線開通したため、調査区間は除く江戸 IC から乗り場、三重 IC まで30分台で行けるようになった。空路は、山口宇部空港、または、岩見空港を利用する。なお、岩空港は、愛称が、萩、 岩見空港となっているが、利用者はあまり多くない。車を使用すれば、山口宇部空港まで2時間、岩見空港まで1時間かかる。西日本旅客鉄道、JR 西日本山陰本線が海岸沿いを東西に通るが、市街地の中心である三角州に乗り入れることなく、その南を迂回している。東萩駅前と市中心部にある、 萩バスセンターを中心に近距離、遠距離のバスが出ている。一般路線バスは、市内全域を傍聴交通が、市中心部旧朝日村、山口駅方面を、中国 JR バスが、旧須佐町、旧玉川町、増田駅方面を、岩見交通が担当している。松田市より、国道191号が海岸線に沿って南下して、市内中心部を横断し、須佐で、 国道315号が市中心部の土原で、国道262号が郊外の山田で国道490号がそれぞれ分かれている。国道191号は市内中心部では片側2車線の4車線になり、国道262号も現在改良工事が行われている。高速道路網については、国道九十一号のバイパス道路、二千十一年、 平成23年9月23日に全線、開通した萩、三隅道路、三陰自動車道、国道490号のバイパス道路として、まだ調査区間段階だが、小郡萩道路の未開通部分である、江戸 IC 萩 IC 付近までの事業着手が2014年度に決定した。2018年現在、江戸 IC 萩 IC 付近の間が着工中である。離島は、 萩ぎ市が主に出資している萩海運が運営しており、離島の三島、大島、愛島の三島と市内浜崎にある萩商工を結んでいる。なお、ひ島には航路がなく、島と本土の間の移動には住民所有の船舶を主に使用している。観光地としては、松影神社、松下村宿など幕末から明治維新にかけて活躍した長州藩の死種たちの 史跡、萩焼釜本など伝統工芸に関する施設などが主である。多くが江戸時代から幕末にかけてのものであるが、旧軍部は自然を生かした観光地が多い。また古い街並みの保存、活用が盛んで、重要伝統的建造物群保存地区、充電建てに選定された地区が市に4か所あり。これは京都市、金沢市と共に全国最多である。 萩市は四季を通じて常にイベントを行っているが、伝統的な祭事はそれらのイベントの一部に組み込まれていることが多い。例えば、山口県無形民族文化財に指定されている、オフナウタは夏祭りでのイベントの一つとして行われている。萩市出身の幕末の三詩子,子、吉田松陰、木戸孝吉、桂心を、高杉晋作について、東京の企業が 食品など様々な商品で商標登録を行っていたことが発覚。同志は特許庁に異議申し立てを行った。同志は3人の名声に便乗した商標権による利益取得が目的と主張している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。